では本論に移っていきます。ウェブ解析って何なのかという話をこれからしていきます。この話を聞いて、ウェブ解析ってこう価値があるかなということの判断の基準になれば幸いです。はい、それではですね、早速、ウェブ解析入門のお話をしていきます。全部で10本の動画があります。それれで最終的にウェブ解析を皆さんが学ぶ価値があるかどうかの判断の基準になれば幸いです。最初にですね、この私、えじりのですね、自己紹介の話をして、 そしてウェブ解析になぜ取り組んでいるのかということをお話しさせてください。まず私は自己紹介ですね。私、江尻敏明と申します。ウェブ解析士協会の代表理事をしています。またですね、情報価値研究所というですね、会社も個人で持ってまして、そこの代表取締役もやっています。で、あの、まず最初に2000という数字が出てくるんですが、あの私ですね、この2000年にですね、 こののウェブ解析の業界に入ったんですね当時私はあの株式会社カンという会社を作ってそして中小企業向けにこのアクセス解析ツールつまりホームページのユーザーの動きを分析するツールを開発してました最初はアクセスデカというですねケージとかでデカというんですけどもツールを作ったりあとはシビラとかあるいはですね見やすい解析のような観光庁向けのものなども作ってきました、まああの これですね、主にこのアクセス解析のツールを提供してそこからこのコンサルティングをするということをです、ね、やってきてまして、まあ、仕掛け19年私はウェブ解析のコンサルタントとしてお仕事をしてきたことになりますで次に2010年ですね、えー、その後10年後なんですけどもこのウェブ解析誌のカリキュラムを作ったのがこの2010年ですであのウェブ解析誌3つカリキュラムがあります まずはアソシエイトと呼んでいたものですね。昔初級ウェブ解析士と言いました。今はですね、これ初級が外れてウェブ解析士となっています。なぜなら内容がどんどん高度化して、今や初級といってはちょっとかわいそうなぐらい内容が難しくなってきたので、ウェブアナリティクスコンサルタントになっています。次にシニア、ウェブアナリティクスコンサルタント。これはコンサルティングをするための、まあ、スキルのを認めるためのこれは資格ですね。そして、あのまあ、ウェブアナリティクスマスターがですね、これがあの 講座を開催して指導できる。まあ、加えてその実務においてもロールモデルにもなるというような方をこの Web Analytics Master と言っています。この3つの段階の資格があるわけですね。そして、2万7000という言葉が出てきました。これはこの私たちが今までにこの Web 解析書を受講した人数になります。2あ7000、今までこの書いてあるような様々な組織、学校、企業、あるいは団体がですね、受けています。あの、人数で言ったら、 世界でも最大ののの受講生がいいるとうこウェブ解析誌の話をする前に、このウェブ解析の重要性の話をしていきたいんですね。そこでまず、ちょっと古いお話をしていきます。1960年代の名古屋のとある割烹の話です。この割烹ですね、えー、ぶっちゃけ言うとあ,のあまりおいしくはないよということらしいんですね。はい まあ、あ,のあんまりおいしくはないんですけども、えー、でもお店が、まあ、そこそこ、まあ、繁盛しているわけです。でこの割烹はですねとあるですねデータを分析することによって常に客先お客様が絶えないようになってたんですね。この時皆さんがこの割烹の例えば女将だとして女将としてこのお客様に常にこの来てもらえるようにするためにどのようなデータを活用しますかというのが問題です。1960年代ですから まあインターネットもありませんし、まだそうですね電話とかですよね、ファックスもまだなかったかもしれません。このような状況でとあるデータがこのお店の売上を決めてたわけです。さあ何を分析しますか。このお店がやったことはとてもシンプルなことです。まあ当然この格好ですから、あのまあお客様がですね個室でいろいろ話をしてご飯を食べるんですけれども、その時にその各お客様ごとに 出された料理のうち、何を食べたのか、そして食べ残したことですね。こちらが重要です。食べ残した料理を全部記録をしていったんですね。そうするとですね。まあ、あの常連さんのお客さんだとですね。この人は、あの大根と人参のなますは食べないとか。あるいは、この人は焼き魚があると、必ず半分残して帰るとか。あるいは、この人はこの先付けは必ず。まあ、手をつけないなとか、そういうことが分かってきます。そうするとですね。このおかみさんはですね。 そのお客様が苦手としている料理を外した形であるいはお店の中の料理を変えたりしてですねそして常連さんにお料理を出してたんですねそうすると常連さんはですねこのお店よく分かっているんだよと俺ナマスが嫌いだから君たちナマスだけど僕だけ違うんだよねとかこういう形でですねこのお店のサービスの高さをアピールするわけですねそれを話を聞いた一緒に来たお客様がこのお店いいなと思ってまた来て,、ま、た来てですねそして自分の苦手なものは出てこない 大しておいしくないんだけども苦手なものが出てこないことでお客様が常に来るという関係を作っていったわけです。これはとてもシンプルなことですよね。でですね、あの何が言いたいかというとですね、あのまあ皆さんこの聞いたらそれはそうだよねって思うかもしれませんけど、聞かなきゃこれって気づかないんですよね。意外と人って気づかないんです。この人の人とか経験って 当てにならないことが多いんですね。そして日本人はですね、このつい最近ではなくずっと昔からこの分析をして、そして売っていくというですね、この調べながら売るということが得意だったんです。なので皆さんもですね、このウェブに限らずこの売り方もですね、データを見てマーケティングするということを今日覚えてほしいんです。ここで一冊本をご紹介します。販売の科学ですね。 副題が売りながら調べ調べながら売るとこの唐津はじめさんが書いた本ですこれは1960年代の本なんですね今からもう50年以上前の本ですね相当古い本ですけども多分日本で初めて売られたマーケティングサイエンスの本じゃないかなと思いますこの唐津さん簡単なプロフィールご紹介するともともと電電公社電電公社です電電公社の昔品質管理の専門家だったんですね しかしあの、ある時ですね、松下幸之助さんにですね、えー、見初められてですね、ヘッドハンティングでですね、この松下電機に、えー、転職するんですね。で、彼はあの、品質管理をやるかというと、実はそうじゃなくて、実は販売促進部門に転職になったわけです。唐津さんはですね、売ったこと1回もなかったんですね。そこで唐津さんは何したかというとですね、この品質管理、これ、日本では当時からですね、QC ストーリーとか QC サークルと言ってたんですが、 この QC サークルや QC ストーリーの手法を使って販売を科学したわけです。データを見て、売れ行きを見て、営業の動きを見て、そして改善をしていく。この、まあ、もともと QC ストーリーとか QC サークルは、ものの品質を改善するために作られたフレームワークです。例えば、ネジの品質とかですね、製品の不良品をですね、どのようにしたら減らせるか、どのようにすればクオリティが上がるかということを研究して、そして改善していくというその手法ですが、これを販売に生かして、 松下電機は売上を伸ばしたわけですねその時に彼が副題としているこの売りながら調べ調べながら売るということが大事でこれって日本人はずっと昔からやってきましたどこかでまたいろんな事例を紹介できますけれどもなので日本人はこの売りながら調べ調べながら売るのは得意だということは是非覚えておいてくださいそしてこの唐津さんの本ですねあの文庫本ですもし見つけたらラッキーです是非ですね手に入れて人見てみるといろんな面白い話が載っています そしてですね、今日この中でお話したいことはこの今やもう社会がですね、もうウェブを利用することが逃げられなくなっているということなんですね。次の動画ではなぜ Web を利用することが逃げられない社会になったのかということをお話していきたいと思います。はい、い以上その1の動画おしまいです。 私の本ご紹介しておきます。繁盛するウェブの秘訣、ウェブ解析入門という本です。縦書きで読みやすく書いたつもりです。またこの動画を見てですね、感想などありましたら動画の方にコメントいただけたり、チャンネル登録していただけると嬉しいですが、こちらメールも書いておきますので、メールあるいは Twitter、Facebook でメッセージいただけると嬉しいです。では皆さんお疲れ様でした。